何してんだね、この人。何してんだ、この人。よくわからなくなっちゃってんじゃん。もうよくわかんないよね。なんか。何の音？なんで？下で、ガラ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 。下で、なんか、い。下じゃなくね？下じゃないか。左あ、バスケットマンがいるとこじゃない、ここ。ほんと？わ。ああ。え？バスケットマン多分パスしてくると思うんだよね。確かに。パスしてきてビビらせるパターンじゃない？わえ、アレックス、あれ殴りたい、あれ殴りたいじゃない、うん、殴りたい、やばいな、あれはなんかガチだ、やばい、殴りたいだね、あれ多分ガチだぞ。あ、来るんじゃない、こっち、お、閉めた、もういい、一旦一旦ね、あ、こっちも開くのか、え、どこ行った、あいつ、わっ、死んでる、あー、右しかなさそうだぞ、うん、そうだね、マジか、あいつどこ行った、あー、どこ行ったかな、あいつは来れないのか、ここからは来ないのかな、なるほど、まあでもあそこなんか 通らないといけなさそうだけど、いや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 、怖い、ここ、いや、これは、あ、これはここ怖いな、お腹痛くなってきた、しかないな、やらなきゃいけないんだな、あいつも、そばうーんうーんうーん、雰囲気あるな、あーうーん、何、案外何も来ないのでは、いたな、今うっすら見えたぞ、俺はうっすら見えた、全然見えないや、あ、あ、なんかいっぱいいない、2人ぐらいいるぞ、2人いるね、やばい、どつきたい、どつきタイズじゃん、どつきタイズ、どつきタイズがいる、やばいね、これやばいよ、どつきタイズ、あ、あ、完全だね、あらららら、ら、え、これただ向こうも見えてないね、視界が悪いから、見えてないね、これなんか端っこの方、右、真ん中、まさかの真ん中まさかのでしょ、真ん中まさかのじゃない、これ真ん中まさかの意表をついてるじゃない、これほんと、あ、ダメだこれ、これ見えねえかよ、椅子の上に、ダメだわ、ダメですわ、右か左かだな、右か左、左じゃないから、右だって、右、壁、あー、壁だね、もう壁だもん、これじゃあダーって行って、ここ入れるんじゃない、ワンちゃん、あ、ほんと、すげえ見てない、でもあれドツクっていうよりさ、そうだね、ドツク武器じゃないね、ドツク武器じゃないぞ、あいつの横にしてくれたらね、ドツク、そうそうそう、平らなところでやってくれれば、あ、よし、ほんとに、あれ見てなかったのかな、目が悪い、あいつ目悪いわ、よし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 、さま、さま、さま、よしよし、あ、ナイティー、ナイティー、ナイティー、え、あれ、て、てか思ったより、うん、思ったより、思ったよりだったな、うわっ、バスケのとこか、バスケのとこ、バスケのとこだ、ああビビった、お前それはダメだろ、台無しだ、あれ、あ、やべ、開けたー、えー、閉めたー、戻った、
スケが。ドスケが騒ぎに駆けつけて。なんであいつ開けて閉めてまた戻ってきた。あ、すげえ見てんじゃん。なんで？やばい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 。ドスケじゃない何かにとつかれるの。やばいぞ。やばいよ今のは。どうした？こいつ何だったんだろう。なんかゴールしたでしょ。あ、ゴールしてるね。うわあ、いく。あいつなんなの？あれ、なんか思った以上にいっぱいいるな。ちょ、待って待って、なんだなんだ。ハッつったの誰？多分俺。ハッつった。ハッつった。怖すぎるだろ。怖すぎるよ。ああ、ファイルだ。あれ、ええー、開かないの？あ、向こうか。ん？あ、乗り越えて。よし。これですね。よし。ああ、落ち着く。患者サミュエルの件。カートもう一人見つけたよ。奴を近接精神障害として勘定できるかどうかはわからんが。ずっと上階にあるアドミニストレーション棟の警備員がウェルニッケの夢物語に招待される患者ではない最も新入りの職員だ。この警備員はエンジンに直接接触したことはなく、建物の1階まで降りてきたこともない。契約雇用のこの警備員の耳に入る近距離で医者たちがウォルライダー計画について話していたとしたら、とんでもないセキュリティプロトコル違反である。それにそんな漠然とした神物語みたいな話に自ら聞き耳を立てるなんてこともほとんどありえないように思われる。ははサミュエル博士やその前のやつらとそっくりだ。今度会って相談しよう。ビリンクス。なるほど。あー、なるほどね。なるほどね。読めてきたね、だんだん。マジで読めてきた、うん、この世界が回ってきたよ。回ってきたか。まあ、テッドさんが分かってればいいかな。そうだな、大丈夫だよ、俺が分かってるから、うん。あ、そっちか。こっちだね。シェルアップ I love you っつってね。シェルアップ I love you。 黙れ、好きだと。男らしい。男らしいですね。うん。こっちかな。あれ、ヘルプミーになったよ。あっ、あっ、普通に。何ランニングマン。ランニングマンだったな。なんだよ、怖すぎだよ、やめろよもう。なんだあいつマジよ。走るとこじゃねえだろ。なんで、なんで走ってんだよ。なんかいろいろ行けるとこあるな。なんかない。うーん、ない。あ、上も行ける。この部屋も入れる。隠れられないからな。なんか隠れられないからなって。やだよ。でも何もないか。何もない。電池もねえんだよな。電池ぐらい置いとけよここ。しかないか。よし、あれ。どうしてはいけないよ。奴らは科学というだろうが、そうではない。奴らは我々を待っていたのだ、この場所で。ビリーは理解した。奴らは常にここにいたのだと。何言ってんの？誰かと話してんの？あ、なるほど。どういうこと？人かな、じゃあ。いや、これ。いや、これ。振り向いて。振り向いてこんにちはパターンじゃない？かな、うん、振り向いてこんにちはパターン、これ。振り向かない。振り向かない。普通の人っぽいけどな。そうだね。でもさっきもフェンスガチガチしてきたのこんなやつだったな。ああ、そうか。同じ顔してる。うん。こんな部屋がいっぱいあるな。ね。なんもないんでしょ？なんもないんだよな、結局。なんもないし、受話器は全部外れてるしさ。なんなの？本当だよ。ああ！ああ！楽しそうにしてたね。ねえ、楽しそうにしてた。
裸の人たちが祭りが右が多分祭り会場、祭り会場だろうね、あれ。なんか左で影が揺れてない？なんだ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 、映像か、映像か、影だ。あ、いや、影で何かされてるね、やってるな、何か楽しい祭りが。ああああああ、お祭りだね、これは。お祭りだね、お祭りだね、これ。お祭り会場、お祭り会場、うん、ここは。どっちが本当のお祭りだろう。うわ、なんかどん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 、なんだ、え、あ、あそこだ。ちょっと嫌だな、あっちは。あ、こっちかな。あ、ここ入れない。あー、こっちだな。うわ、暗い。何？なんだここは。太陽、急に。急に暗いな。ここ入れるっぽいぞ。入れません。入れないね。あ、着いたか？着いたっぽいな。隠れるとこもあるね。嘘。ん？これロッカーでしょ？いや、入れない、これ違う、違うか。わあ、ついてしまった。まあとにかくだね、とにかくついたね、とにかく。さあ、助けを呼べるのか。次取りを呼ぶ。あー、誰？あ、あらら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 、メロンパーク、お前は、なんか最初の方に行ったやつだっけか。だね。お前は黙ってることができなかった。協力することができなかった。でも今もう話し終えた。なるほど。あっ、うん、あっ、あれ、トンファーで、トンファーで殴られたやつ。死んでくれ言われた。でも、え、いなくなっちゃったな。なんで殺せばいいのね。死んでくれなら。壊されちゃった？壊されちゃった。あー、壊されちゃったよ。もう来た意味、まだ来たのに。おお、なんか いる？ちょっと、あれ、どうした？なんか今、ああー、ダメなやつじゃん。あー、そんな、うわー、くわだだだ、いけ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 、いけ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 、あいつなんで閉めたの。そっ、よし、いけ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 、もう開けろ。うっ、開く。で、どっか、どっか、タラ的な何か、タラ的な何かを探せ。こう、よいしょ、うっ、よし、あー、ここだ。はい、よしよしよし、ここはもう無理。はい、デブだから、はい、じゃあデブだから、はい、デブ、あー、行っちゃった。はい、痩せろ、痩せろ、痩せろ。あ、マコフ社の皆様、避難を続けてください。管理区域から出口に行ってください。患者の方や自由に動けない方は助けが来るまで各部屋で静かに待ちくださいし、退去するためにアドミニストレーションまで行く。なるほど、まだ人はいるんだね。なるほど。え、YouTube がサウンド大丈夫だよね。ちゃんと音出てるよね。なんか今音がうんぬん出た人いたけど大丈夫だね。大丈夫じゃない？あ、こっちかな。こっちも行けるね。じゃあ、じゃあ、行けないのかな？かな？ OK かな？あ、あー、こっちも行けるな。なんか書いてる。書いてるね。ちょっとこっち行ってみようか。これは間違ったことに対して信仰を抱いてるんだよ。それが我々を破壊するんだ。誰がしゃべってたの？ああ、こいつできてるわ。我々の技術を見せたら魔法だと思うと。よし。はい、はい、はい。あ、よかったよかった。音出てる。じゃあこっちですね。
あいつは何を書いてんの落書き。ああ、んここに回れるやつが怖がるな。お前はやつの仕事してるんだ。自分で気づいてるかどうか知らない。ドンとダウンルーオンルーんダウンじゃないのか。ダウンかこれ。ダウンなんか本編の方でなんかこんなあったかもしれない。あ、確かにこいつが書いてくれてたのか。あ、こいつが書いたのか。これ、え、あれっていうかこいつ、あれ神父ほんと神父じゃない。神父なのこいつ。すげえなこの服ね。これどうやって自分で、どうやって自分じゃ着れないよね。なんだこれ、着させてもらってんだな。こんなあーあー、何いいけど言わんばかりの感じだな。あ、あれ、なるほど。ああ。なんか今メモってなかった。メモ。あ、確かに。したいしたいしたい。このような精神病院みたいな精神病院みたいなところに神父みたいな人間が壁に説教を書いている。神についてだ。怖がることはないと説いている。うん、どうして俺はこの非常な。あ。先にちょっと先にちょここまで違いますよ。え、違いますよ。一回シェアプレイ終了して、招待をしますと。ちょっと待って、コントローラーを握りのシェアプレイが終了しました。あは、もう一回シェアプレイすればいいの。あ、一回、あ、今どうなってる。参加してる状態になってない。なんか参加してる。それを出ればいい。で、で、出ちゃうか一回。出る、出た。あれ、招待する。一応よし、はあ、届いちゃったな。どうして俺はこの非常な貪欲にまみれた大虐殺、大虐殺に巻き込まれたんだ。奴らの人間も殺害された。今まで祈ったこともなどないが、リサ、もし神にも心の狭い、ん、心の狭いのがいて聞いてくれてたら頼みたい。俺が死ぬ前にジェイミー・ブレイを殺してくれ。奴に値 しない痛みなどというものはない。無線機がない。外部の世界との連絡が取れそうにない。脱出以外には。わあ、ついに全然見えないぞ。見えない？ゲームシェアプレイってなってるけど、なんだと違うの？映画か。見えないかい？俺があれになっちゃってるのか。シェアプレイ。あ、そうか。これであれか。これで俺が始め、ん？ああ、シェアプレイ始めました。始めました。参加するでいいのかな。よろしくどうぞ。どこつ。ああ、すごいうんこしたくなってきちゃった。え、なんで。わからない。お腹が痛い。痛い。ああ来た。今下降りました。下降りた。見えた。なんか激しい激しい。キルユー、キルユー言ってる。あ、病気の手たくさんだ。あららら、なんかすごい荒ぶってるね。すごいね。あ、ファイルだ。あ、ファイルだ。じゃちょっとこれ見えるんじゃねえ。テッドさんがこれ読んでる間にちょっとうんこしてこようかな。あ、ほんと。うん、じゃあちょっと、はい、ダッシュで。うん、そんな早いの。あ、行っちゃったよ。想像妊娠、実際の利益。ビッグへ。先週一緒にゴルフできて楽しかったよ。これからもっとドライブ行きたいね。ウォルライダー計画初期の頃に古い記録を見てたんだが、ちょっと興味をそそられることがある。君は2010年にこの計画に関与していたかい？あの頃、想像妊娠の状態にあった女性職員の免疫システムに、携帯形成エンジンが何らかの関わりがあったことにより問題が発生していたよね。かっこ、自分にはさっぱりわけがわからないが、そういうことだよな。致命的なことが、そうでないことよりも多く、この問題は患者でなく職員に発生した。だからちょっとうやむやにするのは困難である。しかし、
女子職員の女子職員たちの骨髄に認められた形態形成エンジン活動は信じたいものだった。しかも彼女たちの誰もホルモン追加治療など受けていないのだ。私には記録された数値など見てもさっぱりわからんが、スプレッドシートは読める。ゴールライダー計画の予想収益の半分しか達成できていないのなら、一つ聞いてみたいことがある。女性を被験者として実験してみてはどうだろうか。神のみぞ知る精神疾患というものには、皆平等に発言する試練なのだ。こんな大儲けのチャンスを見逃すなんて、非難に値すると思うけどね。ケーグ・ジェレ。終わった。あいつ、これ、聞かないでさ、トイレ行っちゃうって、もうじゃ、意味ないよね。わからないでいいってことだもんね。いいのかな、それで。何の意味もないってことが分かったね。彼にとって、この書いてあるメモとか。いいだろうな。じゃあまあ皆さんも、この間にトイレにでも行ってくればいいんじゃないですか？いいんですか？俺も何もできないよ。差出人のとこ読もうか。差出人、j.blaire@murkoffgorp.us.com 手先まで読んじゃうか。 r.trager@murkoffgorp.us.com 終わったなぁ。あとは逆から読むとかぐらいしかできないなぁ。なんだよ、もう全然返ってこないよ。この画面だとどうしようもないなぁ。縦に読むとかもできるなぁ。ちょうどか。あ、返ってきた。ウソロンハイム、女の私よら。あ、おっせぇ。あ、なるほど。あ、よかったよかった。うん。だいたいそういうことだったわ。なるほど。うん。よし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 。オッケー。あー、下痢だったわ。下痢だった。下痢でしたわ。言わなくていいよ別にそれ。よーし、よーしよしよし。どっちか、あれこっちから来て、こっちから来たね。なんか向こうにも開くとこなかった。あ、気のせいかな。あっ、またあいつ見られた。ああ、なんでそんなことしちゃうの、あいつ。この野郎だ。あ、やべ、ロッカーある。あ、ここさ、来たことあるね、うん、多分。だからその本編で来たんじゃない、うん、本編で来たね。ロッカーがあるってことはって感じがするけどな。本当だな。あのロッカーに隠れた覚えがあるわ。暗い。この辺の電池とかさ、残しておいてあげた方がいいんじゃないの。いや、戻るよ。あいつのために。こいつがいたから少なかったんだな、電池。そういうことなのかな。そうじゃねえかな。二人で電池取り合ってんだな。お、歴代のバンパイア。バンパイアのさ。歴代のバンパイア。バンパイアっぽくないけどな。正解っぽいね。なんか正解っぽいね。向こう何だったんだろうな。あんない。大したことないだろ。暗いな。まあ入れないと。これはね、ダウンロードコンテンツだよ。せやで。本編はもうクリアしている。あ？巨人。あー。ちょ、あ。暗い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 。行け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 。乗り越えろ乗り越えろ。よし、乗り越えて。そしてどっちだ。右か。まっすぐか。あ、まっすぐか。これはまっすぐだ。あ、そこだ。はい、いけ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 。ジャンプ。いや、乗っちゃって。よし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 。で、まっすぐだ。よしよしよし。あー、よしよしよし。外、外、外。外出る。よしよし。あー、よし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 。余裕。余裕。いいぞ。今どんぐらい進んでんのかな。まだ全然じゃないの。本当に。だってさ、うん、前回初で1時間半しかやってないんでしょ。でもダウンロードコンテンツだよ。あ、そうか。
確かにね、そんなボリュームそんな、そうだよないでしょ、そんなないでしょ、確かに。外の中、中庭だから来たな、また外か。こいつは本当に脱出しようと思ってるのかな。どうなんだろう。なんか何、何だ、風、風の音、風か、風の音。ここ行けない、裏裏。え、あ、なんか喋ってる。あ、ここが暗っ。暗いな。暗いね。電池ねえか。ねえな。いけないところ。あ、これ絶対あるでしょ。これ電池コーナーでしょ。あ、でも電池、電池こんな水の。ってこれ正解の道かこれ、うん、正解の道ということは向こうに電池がある可能性がある。怪しい。光るものはないか。ないね。ないか。うん、暗い、暗いな。あ、ない。あー、もう、あー、ひ、もう、ひ、あー、ひ、あへ、なんだ、またなんか変な、変な建物に来たな。電池はないかな。あ、そうだね、ないね。あ、なに、なんでこれ、なんだよやめろよ、うん、大丈夫、びっくりするだろ、うん、気のせいだよ。ほいといと、なんで、なんで、なんで、デンジャー、そう、デンジャーハイボルテージじゃん、ここ、うん、ここハイボルテージだからデンジャーハイボルテージだ、ここ、ここデンジャーハイボルテージだからさここはそれにビビってたんか。そう、あー、あそこデンジャーハイボルテージだなって思って言ってくれればいいのに。危ねえ場所だな。危ねえ場所だよ、デンジャーハイボルテージだもん。デンジャーハイボルテージはやべえわ。なんかで使うんじゃないか、あのデンジャーハイボルテージ。確かにな、デンジャーハイボルテージ使う可能性あるな、うん、まあだろう。ここもやばいな。あ、もうこれ全部デンジャーハイボルテージ、デンジャーハイボルテージだね。まずいな。じゃあもう真ん中だ、真ん中しかない。うん、あ、へ、あ、へ、あ、ちょっと開いてる。これ怪しい。なんだよ、置いとけよ、ここ。ここで。暗い。あ、ファイルだ。ガサ。あ、なんかいたな。いたけど。我々を殺せ、建物に火を放て、ここで死ぬよりひどい。我々を殺せ、我々を殺せ。この紙の無駄遣いっぷりすごいな。やばいね。なんで。もうちょっと大きい字で書けば。上にギュッと詰めたね。もうちょっと大きい字で書けば、うん、か、フォントサイズをさ。しかもさ、1行でいけるでしょ、これ。この、ね、この感じ。なんでちょっと2行にしちゃったんだろう、ね。フォントサイズ8ぐらいにするか、うん、なんかね、50ぐらいにしてほしいけどね、うんうん。もったいないよ、これじゃあ。何してんの、これ。あいつは何なの、それ何、あれ普通の人じゃない、なんか普通すげえ見てない、こっち。あ、行っちゃった。普通の人かな。ああ、いけない、いらないのか、じゃあ。あれ、ということは、うん、ということは、うむ危ね、またハマった、ハマった。左の方は何もない、こっちか。あ、こっちから来たんだっけ。あ、違うな、こっちか。暗っ。あ、開かないな、うん、あ、あった、あ、これは交換しましょう。
ゃもうゃよし。もうはまあ大丈夫かな。よし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 。あとはこっちだな。ああ開いてる。なるほど。この中に入れると。なるほど。そろそろまたなんか来てもいい頃合いだな。入りましたね、建物内部に入りましたね。この方のラジオすげえあるじゃんね。ほんとだね。何にも聞けない。なに？なんとかかんとかサムスイング。なんとかサムスイングって言ってたね。隠れるってあるな。隠れるところがある。え？ここ何？あ、ここロッカーか。隠れた。なんか、ああ、ああ、つってるよ。上か？横か？ここか？右か？ああ。ああ。え？めっちゃ違うじゃん。あれ？これ？あれ？ひょっとして？いや、違うだろう。え、でも違うだろ、違うだろ、本当か。いや、なんだろう。いや、や、いや、違うだろう。やってんじゃねえか、これ。こっちだよ、パパのところにおいで。むむむむむむ、向こう側だな。むむむむむむむ、ちょっとね、何を言ってんのかいまいちわからなかったけど。あ、やばい、レバーがある。あのレバーでどうなるんだろうね。あいつ、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 このレバーを、あいつが、あいつがもしかすると、このレバーをやることによってひょっとしたら何かハイボルテージに、ハイボルテージでデンジャーになるかもしれない、ね、デンジャーになる可能性があるね。あ、可能性があるね。これとりあえずやってあのやって隠れようか。やってロッカーに行こうか。うん、よしよし、はい、いけ。あ、なんか上、上と、なんか上にいた。上と、上、上いた。よし、よし。ちょっと、ちょっと待つ。どうなってた？トマト。あ、ん？いねえか、誰もいねえか。あのレバーを下げたことによって何がデンジャーハイボルテージが、デンジャーハイボルテージじゃなくなったんじゃない。ああ、あーあ、関係なかったね。こいつすげえな。こいつすげえわ。全くお構いなしに。うん、そうか、想像力で。そうだね、やってるわけだもんね。すごいよな。そうか、人間って。向こうがいけなかったな。いけなかったね。残念だな。よし、これで解き放たれたから、ハイボルテージが多分、うん、ローボルテージになってるでしょ。なってるはず。あ、え、お、なんかすっげえ笑い声聞こえるよね。なんかまたメモったな。あ、こっちか。消えかけの電気、電気がまたついたままだ。ここで考えないと。電気がついているということはまだ何らかの操作ができる、まだ人間の力でマウントマッシブのどこかが管理できているという証拠だと思っていた。しかし人道的正気などという観念はここでは意味を持たない。ただひたすら生き延びようと這いつくばるのみだ。それも長くは期待できないだろう。君にはいつも分別があったよ、リサ。君にはいつも落ち着いて、もっと大きな視野で物事を見るように言われてたっけ。ここを支配するのは狂気と残酷さだ。電気が流され続けているせいで俺がここに閉じ込められようとしている。もう一度電気を消すよ、いいかい。まだじゃあハイボルテージのまんま。そういうことか。本当かな。どうすればいいのかな。マジかよ。また？じゃあ行くの？またやんの？またやんの？そういうこと？そういうことなのかな。あいつどうなってんだろうな。なんかでもこれ2回目行くときはさっきとはちょっとあれだぞ。確かにね、演出が違うっていうふうに思わないといけないぞ。まずもうあいつが果てている。あっ、あこれ
あっちにいるな。もうチンチンとかなくなっちゃったんじゃない。あ、ああいない。あいつがいるんじゃない。じゃあ終わって仕事を終えたあいつが煙くない。煙今度こそなんか来そうだな。うん、今度こそダッシュさっさっパッて。あーあーもういった。うーぬ、これだってここ隠れられないじゃん。あいつだ。あいつ今手触られたな。触られた。いやー汚れマジほんと。あいつ触られたぞ。右手だった。触りに来たな。触りに来た。そういうプレイをしに来た。触られたな。触られた。やられた。あーよし。ああよしよしよし。あー怖え。そういや左手でやってたな。俺とくしくも俺と同じ。いいんだよそんな情報はよ。くしくも同じ構えだとかどうでもいいんだよ。いいんだよそんなの。そんな無呼吸連打じゃないの別に。呼吸はしてるだろお前は。あーあーあやばい。これはこれは始まる始まるな。ここでボルライダー計画が。え？なんか回ってる感じ。え？すげえ音してる。なんだこの音は。あ、特になんでもなかったわ。でもないことあるのか。ああ。ああ。テトさん、そろそろ1時間半が経過。まあまあまあ。もうちょっと頑張りますか。頃合いではあるけど。頃合いではあるね。頃合いではある。頃合いではあるけど。うん。だからちょっと落ち着けるところを探して。そうですね。ここ一応落ち着けてるけどね。そうだね。もうちょっと行こうか。こっちか。また外？あれまた外？また外？どんだけ外に出んのよ。外好きだなぁ今回。わ。わ。水？だね。いやこれこっち側にある。ありそうな気がするな。ないか。あ。ないね。怪しい。ないか。ないなぁ畜生。なんかちょっと良さげなところでやみたいな。うん、つけるところがいい。あっあっ、え、来たぞ。入ってきた。これまずない。一緒に入ってきた。どっか出て早く。あっあっ、何もされなかった。何もされない。何もされないわ。よしよしねえ。よし、なんか電池ありそうな気がするな。ないかな。ないな。よし。で、こっちかな。ぽいぽいけど、ぽいけど、お、お、お、ここか？あ、違うな。そうすると、死んだ。あ、ここか？ここだね。なるほど。わあ。うわあ！痛い。心臓が出る。はあ。痛いわ今の。それができたら簡単だ。もう信じていない。真実を知るなんてことは真実なんてないんだ。あまりにも長く受け入れてきた嘘しかない。子供たちだよリサ。坊主たちがいなかったらさっさと簡単な気持ちを選んでいた畜生。ここが地獄だ。寝下されるものなら何でも耐えてみせる。こいつ今びっくりした反応でこれ書いたのか。そうだよ。はぁーやべえ。リサーつってひどすぎるだろう。すげえな。上から落ちてきたの。えぇ、何落ちてきたの。上からここでいいんじゃないの。ここ入る前そうだね、このようなところかな、かな。
じゃないかな、うん、ここで。よし、じゃあ今日はここまで。はい、ここまでにしましょう。いやー、びっくりした最後。いや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 、今日はすごかったな、なかなか。よし、また続きからやろうと思います。やりますか。ご視聴ありがとうございました。はい、お疲れ様です。じゃあまたね。またねー。